今日は山田海岸行きました。山田海岸の3つの堤防の一番左端ですね、行きました。真ん中の堤防では多分あれカレー投げ釣りのカレー釣りとかだと思います。押してる人がいます。島があってとても景色がいいです。あ、なんか跳ねました魚が。いっぱい浮きが入ってます。今日はフカセのチヌ釣りしたいと思います。さあチヌが釣れるでしょうか。すごい浅いです。深さ2メーターぐらいしか、浮き下2メーターもないかな、2メーターぐらいかな今のところです。お昼が満潮で今朝6時53分7時前ですね。1投目行くかな。いやな、餌取りが多いな多分な。またここも飲まれてる？飲まれてないね。なんや水中、おお水中、水中でした。チヌではありません。残念ながら水中でした。なんや、なんか来た。チヌか、ちょっと当たりが違う。でかい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 、とうとうチヌか。あ、チヌっぽい。ちょっと待って、うおー、でかいでかいでかい。出た、チヌや。出た、来ました。チヌ、ようやくチヌ来ました。コーンで来ました。出ました。30、40、40、40近いと。でかい。大きさこれくらいです。うん、ありがとうございました。
なんや、水菜っぽいな。水菜か、うお、チヌか、水菜か、うお、ひくる、水菜やな。水菜でした。ちょっと大きめの水菜でした。そういうのでかいね。30はあるかな。尺目地な。ねえ、来た。うわ、水菜か。水菜っぽいな。水菜やな。ちょっと待って。20センチの水菜。水菜祭り。やばい、でかいかもしれん。中の可能性が高い。やばいやばい。ドラグが効いてない。メジナか。メジナだった。今夜のメジナが来た。よいしょ。これもでかい。でかいメジナ。でかいメジナでーす。コーンでメジナも釣れます。メジナか。絶対引き落ちねえだけどな。でもでかいわ。これっぽいな。メジナか。おお、低い低い低い。メジナか。メジナやな。メジナ、ちっちゃいやつか。じゃね。メジナでした。すごい杭が立ってきたな。本日の釣果。大きなチヌ1匹、45センチ、じゃあ35センチ。何が35やな。あとメジナちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ逃がそっか。ちっちゃいやつを逃がします。大きいメジナ2匹、
ちょっと逃がします。よいしょ、大きいのだけ持って帰ります。